最大震度7を記録した能登半島地震発生から昨日で1か月が過ぎました <noise> 石川県内ではこれまで240人が亡くなり全壊 半壊を含む住宅の被害は4万8000棟以上いまだ1万4000人以上が避難生活を余儀なくされていますそんな中なかなか見えてこないのが災害弱者特に障害者の避難生活ですそのため今あるチームが被災地に入っていますそれは 災害派遣福祉チーム D 避難生活をする高齢者障害者などが体や心の調子を崩したり介護度が重くなったりしないように支援するチームで社会福祉士や介護福祉士などで構成されています実際に石川県には全国各地から DWAT が駆けつけ 高齢者や障害者などいわゆる災害弱者が少しでも過ごしやすくなるよう避難所の環境を整備し介護や介助の支援をしています SNS では障害者の家族を持つ人などから避難の難しさを訴える声が知的障害だと避難所のピリついた空気に耐えられない トイレだけでも大変迷惑を考えると避難所にはいけない障害がある人々の避難には何が必要なのか当事者は何を求めているのか実際に被災地で支援にあたった DWAT のメンバーと共に考えますはいひろゆきさんいかがですか まあでもその障害やっぱりあの本当にその災害が起きたときってまあトリアージでそのこの人の命を先に守るよねって順番があるのはある種、仕方ない部分だと思うんですけどでも、そういう意味で余裕が出てきたのでその障害者の人にもちゃんとケアできるようにしようっていうのは割とそと支援活動っていうのが広まった状況なんだろうなと思って見てます。はい では実際にお話を伺ってまいりますゲストをご紹介いたしますまずは京都 d ワットのメンバーとして野党地震の被災地で支援活動を行われました佐藤壮也さんです佐藤さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はい、お忙しいところありがとうございます,いますよろしくお願いいたします そしてもう一方、災害時の福祉支援に詳しい日本ケアフィット教育機構のインストラクターで、そして防災解除士でいらっしゃいます、戸川正義さんです。戸川さんどうぞよろしくお願いいたします。こんばんはありがとうございます。今日は特にですね、その障害者支援というところにフォーカスを当てていきたいと思っているんですけども、その観点からすると佐藤さんどんなことをお感じになりましたか。やっぱり障害者の方実際にはあのお一人だけ。 私が行ってた時はあったんですけども実際はもっと多くの方がおられたのかとは思うんですけども、えっと、VTR でもあったようにこうちょっとやっぱり避難所に行けない方とか、うん、え実際の声としては行ってたんだけどもやっぱりまあえっとちょっと追い出されるような形で自宅に戻らないといけないようになってしまった方とかっていう方はえおられました。 はい、大事なご指摘です,、ね、ですから実はあのー、その避難所にはその障害者の方が少ないという声を聞きますとで今お話にあったようにです、ね、どうも、まあ、行けないとか行きづらいとか。 行かなないいいみたいな話があるんだととうことでこででちらはですね夢風基金の八幡さんにお話を伺ったんですけれども、まあ、本来、ですね避難所というのは開かれた施設であるべきなんだけれども、まあ、障害があるだけに行きにくいみたいな面があるということで、まあ、迷惑をかけるかもしれないとかですねいうこともあって、まあ、住みづらい状況なんだけど自分の家に居続けたりすることもあるんですよというお話でしたねなん紹介の,のある方で行きたくないっていう人に対して D、うん、ットは連れていくのが正解なのか。 わかんないですよね高齢者の方とかでも俺はもう俺の家で死ぬならそれでいいんだよ行きたくねえよっていう人もいるじゃないですか,なんか避難所に連れてくが正解なのかなっていうのもちょっとわかんないんですけど、うん、佐藤さん DWAT ですのでいいかかがでしょうか今の問いは正解か不正解かで言われると私もちょっと答えはわかんないんですけども行、まあ、ったところで例えばこう障害者の方であの全然見知らぬ人がいるとこうちょっとパニックになって大声があるとか。 トイレでちょっと用が足せない方とかも中にはおられるのでそういう方と、まあえー、一般の方とか一緒に生活できる空間が果たして避難所の中できちっと作られるかっていうとやっぱりこう災害が起こった当初にそこまできっちりとしたものが作れるかっていうのは難しいところではあるので、まあ、無理やり連れていくのが正解なのかどうかと言われると。 私もわからないところではありますね。都会、うん、さんにも同じ質問いますかです。行きたくないって、先に、なんか。ん行きたくないって言ってる人で、うんはい、何か災害にあってしまいましたっていう時、めちゃめちゃ後悔しません。うん、自宅にいたということですか、はい。じゃ、自宅に行きたいんであれば、どうぞって言った後に、やっぱり被災する可能性あるじゃないですか。そしたら、無理やり連れてた方が良かったみたいになりません。 そうですねなるとは思うんですけどもただまあ無理やりこう腕を引っ張ってじゃあ連れていけるかって言ったら私たちもそこまでの権限と言いますかいうのがないのでそこはやっぱ親御さんとかにはなるかなとは思うお手洗いもそうなんですけれども自衛隊の方たちの入浴支援の写真を見たんですけれども、はい、そういったところってこう私のように歩行が困難な方は利用することはできるんですかね あそうですねやっぱりそれもニューヨークもやっぱりサポートが必要な方にとってはちょっと難しいかもしれないですね。 はい、あとは車椅子を利用している方といっても立てる方もいれば立つことが難しい方もいるので、はい、やっぱりその人それぞれにはななってきます大事な問いだとそういう場合であれば例えばその猪狩さんが地震に遭いましたって言って余震、うん、はもうそんなにないよねでもま,まだあるかもしれないよねっていう時にずっと風呂に入れない避難所にいるか、うん、ちゃんと一人でお風呂が入れるような設備のある家にいるかっていうのだとどっち選びます 私は家を選んじゃうと思いますね。やっぱり避難所に行くのって健常者の人ですら大変なことじゃないですか。うん、そこにこう障害を持ってる人がこう。うんうん トイレとかお風呂とかの環境が全然違う場所に行くってなった時にやっぱり大変だから家にいった方がいいかなって思っちゃうですから先ほどの問いは言ってみればまあやっぱりあのまあ自衛隊でお風呂やってますよみたいなことがあって、はい、それがニュースになったりもしてるけれども場合によって障害者の方々は入れてないかもしれないよねっていうことなんでしょうね、はいはい、現実としてはね,で,ね、はい、でもそこにはスポットがなかなか当たらないよねっていうことなんでしょうと、うん、他にありますか、うん、他にはあと、うん、私あの排泄障害を持 自分の意思とは関係なく失禁してしまうこともあって尿取りパッドを使用しているんですけれどもその尿取りパッドを数日間分は非常持ち出し袋に用意してあるんです、ね、けどもしそれが1ヶ月以上とか長期間の避難生活ってなった時にそういったあの備品の支援っていうのはしていただけるんでしょうか、うん それはですね、はい、多分その避難所ではやっぱり数が限られているもしくはそこまでは考えられていないかもしれないですよね、うんはい。だからその後の支援の物資の中に入ってくればいいんですけれども、はい、そ,うそこにあの気づく人がいるかいないかが大きく変わってくるきないます、ね。あか 今です、ね、あとそういった仕組みを作っている結構団体とかはこう個別にやっぱりです、ねはい、福祉の用具って使うものって結構個別に違うので、はい、それをこうリサーチして手配しようとしているところは例えばその猪狩さんの住んでいる地域で避難所ここだよねっていうところに前もって段ボールで送りつけておくとかできないんできす何か災害が起きてからリクエストを聞いてそ,、ね、じゃあそれを取り寄せて送ろうってやっぱタイムラグが大きいじゃないですか。かそうういったらもう最初から置いとこう どう,どうできないんですけ<ー>ここなんだからっていう道をそこにしてしまうという置いてくれるならそれがいいですよねはい。富田、ねうん、さんまさにその意味では、うん、あの自分の周辺にどういったまあ障害者の方がいてとかいうのをある程度地域として把握できてればそういうこともできなくはないっていうことなってすよね,そ,すね、はい、だそれは本当に地域の中でどう周りの人と相談していくかということですね、はいうん、それを国などや行政に求めてもなかなか その細かいところまではいかないかもしれないけど、まさに地域住民の中で、そういったリクエストをしていくとですね、うん、うまくいくケースもあります、ね。はい、富橋さんにお聞きしたいんですけど、はい、その行政の方で、はい、まあ人口これぐらいだから、避難所はここだよね。はい、で、まあ何人ぐらいの人口だから、こうだよねっていうので、多分もうすでに前もって作るわけじゃないですか。うん、そうですね。そうすると、その対象になっている人口の中の障害者というのは、住民票だったり、障害者手帳とかで把握できるじゃないですか。そうですね。はい、で、三四百人の避難所だったら、まあ比率的にも一人か二人だよねってなったら。うんうんうん その尿漏れパッドがあるんだったら避難できますとか介護の,そのなんかベッドのこういうのがあるんだったら避難できますというのを前もって聞いてそれさえ置いとけば、はい、要は避難所に行かないじゃなくて行ける準備もあるから何かあったら行こうって変わるじゃないですか一、はいね、人二人に声をかけるから、うん、今です、ねあの、個別避難計画というものがあってです、ね、そ,れぞれそれこそ一人一人にあったけあの避難の個別の計画を今、市区町村を中心にそういう仕組みがあるんですね。 はい、だからこれがもっと充実していくと一人一人に合ったです、ねまあ、避難の方法であったりもしかしたらそこから直接福祉の避難所に行けるという仕組みもあるはあるですよ。だからこれがもっと充実していくと今おっしゃったようにです、ね、あのここに応じたものなどがこう備蓄されていく可能性はあります、ね、まあ車椅子ユーザーの解除ということをどう考えたらいいのかそれならではの大変さもあるというふうに聞いてるんですけどそこはいかがですか あ車椅子そうですね先ほどお伝えしたように、まあ、そその人によって違うんですけれども、ねうん、なぜ車椅子を利用しているかによっても違ってきますし<ー>先ほどの排泄の話でも、ねはい、本当それぞれなんですけれども、うん、まあ基本的には段差ですよね、うん、段差があることで行動範囲が狭まってしまいますし、うん、あとは幅であったり、はい、あとは、えー、避難しようとした時の、うん、移動の時にやっぱ人混みになってしまうとやっぱりどうしても目線が 低くて立ってる方からするとやっぱり腰のあたりになってしまうのでやっぱりぶつかってしまったりとかですね、まあ、そんなところでまあ基本的にはは困りごとは多々ありあます、ね、あ佐藤さんこの点はいかがですか、はい、そうですね車椅子の方でも本当にこうサイズも違ったりとかもするので、うん、ああの私が行った時はそは玄関にやっぱり靴が散乱しているともうそもそも車椅すが入れないので。そうかあ 下駄箱をちょっと段ボールで作ったりとかっていうこともしたことはありますし。その動線の確保っていうのは避難所の中でやっぱりすごく重要なんだなと思います。えー、確かにね、その靴の上乗っていくわけにもいかないし、えー、みたいなことになるってことですね。けんこさん、ここまで、どうでしょうか。かちょっとあの、障害持たれた方の話はちょっとずるいかもしれないですけど、<ん>僕はあのいとこが岡山で青年団やってて。あのー、三年ぐらい前ですかね、大雨被害が。 あった時にやっぱりこの避難してくださいという誘導にご高齢の方ですごく断る方が多かったんですよね、うん、やっぱりその自分の生活リズム崩したくないという、うん、無理やり連れていくわけにもいかないっていうそれもちょっとねなんかあのうまく誘えっと る方法ないかなというのはねずっと悩んでるみたいですけど無理やりってわけにもいかない中で無理やりがやっぱできないので本人たちもね迷惑かけるかもみたいな面もあるそこが多いと言ってましたその、そそうか。れこそその排泄のこととかを夫婦で助け合ってやってるんでみたいなことはあったみたいですね坂本さんがおっしゃったみたいにあの逃げましょうっていう話みたいなことも含めてですねもう一つが情報だと情報がどうも伝わらない特に聴覚障害の人たちには災害時はほとんど音だとなるほど 音がなくて、ねはい、逃げ遅れたっていう気づかなかったみたいなことも含めてですね、このまあお情報をどう届けるかみたいなことっていう、はいはい、ねどう考えこれはですね、うん、あの災害時に関わらず、そもそも社会全体がですね、やっぱり見えること、聞こえること、歩けることが前提となっていることが本当たくさんあるんですよね。うん、はい。で、それが災害が起こるとより顕著化されていくので、これはこの日常からやっぱり情報を発信するときややっぱり。えー 音とあと視覚といろいろ組み合わせたものをやっぱり提供していく必要があるという普段からです、ね、<ー>そうしておかないと、うん、どん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 ん災害が起こっていくとそういうことがより強く出てくるとですからまあ音だけに限らず例えばそのタッチパネルみたいなものが災害時は非常に不便になってしまうとそもそも電源がないと無理とかもそうだし、はい、見えない人にとって見れば、はい、結局、タッチパネルってなんだかわからない。そそううううでですすねねボボコボコしててないいいっか、はい そのね、災害が起きたときに顕在化する問題みたいなところっていうのもいあるようですね石川県で福祉避難所があの職員の人も被災してしまったので結局、解消できなかったっていう話があったと思うんですけどその,福祉避難、まあ、その地域に住んでる人だからそれは被災する可能性あるよねってなるとやっぱりその、周りにそういうところを開ける人ってなかなかいないんですか ニワトの佐藤さんだとやっぱ現場行くと思うんですけど、そこでその職員全然いないじゃん、これ開けないよみたいなのを、代わりに佐藤さんが開くみたいなのは、そこの法人さんの規模とかにもよるんですけども、どういう利用者さんがおられるとかっていうのは、情報さえあれば、一定の、まあ、私も普段そういう施設で働いてるので、一定のことはできるんですけども、その地域柄の特別なこととかっていうのは、やっぱりまとめ役の人は、 いいるのかなと思います全部をその地方から来たメンバーでやるっていうのは、なかなか正直難しいかなと思いま思うん、そこって訓練してとかで万能になるのはやっぱり無理で、やでも、誰か被災してない職員がいるという状態にするしかないってことなんですかねやっぱりそ,のそこの法人さんとか、地域の、うん、情報とかコミュニケーションとかが取れる方っていうのは、必要かなとは思います。 こういう方がいて、こういう症状ですみたいなのが、そのいざという時は第三者が見ても分かるような形にするリストを作るみたいなのでもやっぱり無理なもんですかあ一応、あるのはあると思います、そういうリストがあるんですけども、その被災したことによって情報が変わったりとか、被災したことによって情報が変わったりとか、にかはったりとかっていうこともありますし、今回の件でいうと、元日ということもあったんで。 ででこう普段は都会ですが、していこう田舎にちょっと帰っている方とかも中にはおられたので、全く情報がないっていうパターンもあるかなと思います。井上さん、例えばそのエレベーターが使えませんみたいなケースでどうすいますか、はい、とか、そそういうことってどう考えてますか。うん、そうですね。やっぱり災害時エレベーター止まっちゃうことが多いし、うん、まあ止まってなくても乗ったら危ないじゃないですか。うんうん、そういう時に2階以上の場所に一人でいたら、もう階段転げ落ちていくしかないのかなとか。 思いまますよねあやっぱり逃げなきゃいけないときに自分しかいないとなったらもう,、はい、もうそういうことも想定してとならざるを得ないということをそうです、ね、まだまだ外出してやっぱスロープとかってやっぱり少ないですかまだ、はい、スロープ少ないですしあとはあるけどめちゃくちゃ勾配がきついとかっていうのもうん。 押してもらう前提で作られてる障害みたいな話で言うならば、うん、人それぞれでケースバイケースだから言、うん、ってみないと分からないというところは、ねうん、佐藤さんあるんだろうなという気がしましたてあらかじめできることとかどうなんですかねどう考えたらいいいと思いますかやっぱり一定の先ほど言ったその情報をまとめるというのはあの大事なことだと思います例えばお薬一つにしても、はい、その絶対に飲まないと薬 ああるるとかっってやっぱあるんですよね <laughs> うん、うん、ただでもそれ被災したことで病院も、えー、運営ができなくなったじゃあ薬がなくなったじゃあどうするってなった時に先ほど言ったこう準備の段階でその情報が分かってればとりあえずその薬だけはじゃあ用意できるよねっていう形はあるので、はい、一定の情報っていうのは普段からやっぱ備えるではないですけども、うんうん、まとめておくのが大事ですし、うん、あの誰かに伝えておくその情報をと、はい、いうことは大事になるかなとは思います。 アベマプライム振興の平石直之ですご視聴ありがとうございますこれを機にチャンネル登録よろしくお願いします